いつもご覧いただきありがとうございます。ガーデニングコーディネーターのみゆきです。アジサイを来年も咲かせるためには剪定がとても重要です。そうは言ってもなかなか切り方が理解できないって方もいるかと思います。アジサイの剪定ってよく花の下 2,3 節目で切るって言われていますよね。でもその通りに切ると年々大きくなってしまいます。この動画では2つのことを初心者の方にも分かりやすく紹介します。アジサイの剪定の時期、アジサイを切る位置。アジサイの剪定の仕方がわからないっていう方はぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルではガーデニング初心者の方でも気軽に楽しめるガーデニング情報について発信しています。興味がある方は最新動画を見つけやすくするためにチャンネル登録をよろしくお願いします。まずアジサイの剪定の時期について解説します。アジサイの剪定の時期は3パターンあります。1つ目が6月末から7月中旬にかけて行う基本の剪定、2つ目が休眠期、冬ですね、冬に行う枝の整理の剪定、3つ目は NHK の趣味の園芸で紹介されていた3月に行う剪定です。切る時期って3つもあるのって思った方もいるかもしれませんね。アジサイをいつ切るかはご自身のアジサイの成長具合や花の楽しみ方に応じて選びます。夏はすっきりさせたいという方は7月中に切ってしまう基本の剪定、これ以上大きくしたくないという方は基本の剪定プラス休眠期の剪定、秋冬もアジサイの花を楽しみたいという方は趣味の園芸で村上聡さんが紹介していた3月の剪定にします。次にアジサイを切る位置について解説します。ここからは花後の7月中に切る基本の剪定と休眠期の剪定で切る位置について紹介します。 NHK の趣味の園芸で村上聡さんが行っていた秋冬も花を楽しむための剪定方法については2022年6月号の趣味の園芸をご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。まず花後に行う基本の剪定についてです。よく花の下 2,3 節のあたりで切ると言われていますけれども、このやり方だと年々背丈が多くなってしまいます。アジサイを切る位置は葉の根元にある新芽の上ならどこでも大丈夫です。剪定する頃になると葉っぱの上の根元のあたりに小さな脇芽を見つけることができます。ここは脇芽がないので切ってはいけません。必ず脇芽の上を切るようにします。見つけた脇芽の上2センチ程度の位置で茎を切ってください。これは今年花が咲かなかった枝です。花が咲かなかった枝は元気が良すぎる枝です。そのままにしておくと株が巨大化するので切ってしまいます。切らないでそのままにしておくと樹形が乱れる原因にもなります。ですので咲かなかった枝も切ってしまって大丈夫です。アジサイの剪定方法について調べてみると、花が咲かなかった枝は来年花を咲かせるので切らずにそのままにしておくという情報もあります。でも樹形を整えるために全て切ってしまいます。ここからは早送りで剪定の様子をお届けします。この時に気をつけているポイントは、先ほどもご説明した芽の上で切ること、それから樹形を整えることを意識しています。こんもりと丸い形になるように切るようにしています。続いて枯れている枝も剪定をします。風通しを良くするために行います。
この写真はアジサイの剪定から何日か経ったものなんですけれども、剪定で刺激を受けたことによって新芽が少しずつだんだん膨らんでいくのがわかります。ここまでがアジサイの基本の剪定です。次に休眠期の剪定の切り方についてご紹介します。アジサイは冬に休眠期を迎えます。落葉して眠った状態になります。眠っているから剪定のダメージを受けづらいんですよね。ですので冬は短く切っても大丈夫です。ただしあまり切りすぎると次の年に花が咲かなくなってしまう可能性もあります。その点だけご注意ください。枝数を減らしたい場合は根元から枝を切ります。背を低くしたい時はこの実の高さで切ります。冬の剪定は絶対にやらなければいけないものではありません。大きくしたくない人だけやってくださいね。アジサイの剪定方法については以上になります。時期や切る位置をよくチェックしてぜひ切ってみてくださいね。